次はそのね、このカレーライスとかね、ちょっとこう、今のワンレベルでそうって思うかもしれないけど、それで究極は何でも食べられるよ。経験してくれたらね。で、ちょっとのヒントくれたら、もう本当に僕も最後まで思い出せる、あんたのこと。あんたの人生のこと。全部生きてるからね。せやけど、ちゃんと言葉で伝えなかった部分っていうのはね、うちに、思い出してもらっただけですよ。じゃあ別にあんたの言わんでいいし、うちすらしょっちゅうのこと思い出してるけど、そんな全部あんたのちゃうで、こんなんで。まあ、ジュリーも言ってへんで。いっぱいいろんなこと、まあ、ジュリーのことも。ある程度の時間関係するけど、野口真君さん、そいつらの人生思い出してるけど、今全部言ってへんの、こんなこと。まあ、その覚えてるよとか思い出せるよとか思ってるよ、そう言うわけないやん、こんな。なんでも私は言ってくるわけじゃない、全てが。どうやって人生でしたんだよ。ああ、知ってるよとか言うたんでしょ。言うてるね、とぼけて。な、それでいいよ。そうが健全や。な、それは、もっと下の次元やったら、うちにその言葉でない言葉で、なんかアピールして思い出せみたいにあった人、みんな人間じゃなくなってん。そらそうやな。動物っぽいアピールやったから、そういうふうに認識されてしまってん。な、大脳進出が発達の進化、発達しにくい、まあ、発達しにくい次元ってあんねん。な、まあ、大脳進出から遠い人そうなの。で、今みんな通るこの世界は大脳進出の世界じゃないの。大脳神経素、かなり神経集まってるから、大脳進出がかなり使われる。で、大脳神経素がないとこ、やったらどうやったら。そういうとこ地球ないんでしょ。え、あんねん。だったらなんかな、その、こういう説明できる、その、ゲートステーション、その、オリエンテーリング、オリエンテーションか。陽光説明。旅の旅くんだね。それじゃないでしょ。じゃあ、バズりいっぱい次元あるんだよ。あとは今のね、かなりの人。あとはこんなの人。喜びそうに。こんなみんなの人。うちの人についてもちゃうで。みんなのマトリョーシカのメカニズムの秘密を言ってしまうやん。そんなうちのボケていけるなんて。集まってこないのも困るし、みんなのとこでも聞けんの。じゃあ言わんかったらね。じゃあみんな言わんよ、まとめの時間にし。どっちにしみんなどっかのまとめの時間にしやねんから。じゃあ言ってもええやんって。言いながら言うと、お互いのまとめの時間を長かしてしまって。じゃあ言わんほうがいいやん、これ以上。